球筋の顕微鏡造球筋とは、個々の細胞の形状が球形を示す、幻覚生物のこと。肝筋、螺旋筋と合わせて、幻覚生物を形態によって分類するときに用いられる用語である。ラテン語のコカスは、粒あるいは、好みを表すギリシャ語、カッパカッパカッパに由来している。最初に微生物を発見したことで知られる。 レーウェンフックが1683年9月にイギリスの王立協会に送ったスケッチにも肝菌及び螺旋菌とともに球菌と思われるものが描かれており、細菌が発見された当時からその存在が知られていたことが伺える。細菌は単細胞生物であるが、その一つ一つの細胞の形状は種ごとに異なる。このため細菌学の初期の段階から、 細胞の形状は細菌を間別動定あるいは分類するための指標として用いられてきた。特に生理学的分類、生科学的分類、遺伝学的分類が発達する以前には顕微鏡によって観察可能な細菌の細胞形状は最も重要な判断材料の一つであった。2000年頃からは細菌学の分野では遺伝学的な分類法が主流になっており、 急菌や換菌などのような形状を指標にした分類はその新しい分類法と必ずしも一致しないため分類学的な重要性は低くなった。しかし依然として最近の間別動定を行う場合には重要な判断材料の一つであり、イカ細菌学など一部の分野では寛用的な分類群として利用されている。 自然界の至るところに、球菌は存在しており、その生育環境は菌種ごとに多岐にわたる。一部の球菌は人や動物の常在細菌として、体表面、鼻咽空、消化管、泌尿器などに生息している。また、一部のものは人に対する病原性を持ち、様々な感染症の原因になる。代表的な病原性の球菌には、グラム陽性のものとして、 黄色武道球菌、可能連鎖球菌、肺炎球菌、グラム陰性のものとして、臨筋、髄膜炎筋などが挙げられる。一般的な球菌は、通常、直径0.5から2メートル程度のほぼ完全な、球形を示す。その大きさは、菌種や生育状況によってまちまちであるが、肝筋や螺旋筋では、長軸が5メートルから、長いものでは20メートルに及ぶものがあることと、 比較すると、おおむね細菌としては、標準的な大きさ、ないし小さい部類にあたる。球菌の形状は完全な球形だけではなく、腎臓形のもの、半球形のもの、三角状のものなど、様々なものが存在する。一方、肝菌にも、非常に短くて、球菌と似た、玉肝菌と呼ばれるものが存在し、球菌と肝菌を見た目だけで判断することは、必ずしも容易ではない。 球筋の配列。連鎖球筋、双球筋、四連球筋、八連球筋、武道球筋。黄色の平面は分裂面を表したもの。顕微強化で球筋を観察すると、個々の細菌細胞が離れた状態で観察される。ものは少なく、ほとんどの菌種は数個から数百個の細胞が集まった状態で観察される。また、この時の細胞の集まり方には、 品種によってそれぞれ特徴があり、球筋はその配列の違いによって、連鎖球筋、双球筋、四連球筋、八連球筋、武動球筋に分類される。この配列の違いは主に球筋が細胞分裂するときの分裂面の方向性や規則性の違いに依存しており、1個の細胞が2個に分裂した後の2回目以降の分裂の性質によって決定される。 このような配列の違いによる分類は球菌に独特のものであり、換菌やらん菌ではほとんど行われない。換菌については、炭素菌など連鎖状に配列するものを連鎖換菌と呼ぶ場合があるが、汎用されている名称ではない。特定の球菌がどのような配列を取るかは菌種によってほとんど決まっているため、配列は球菌を同定する上での判断材料の一つになる。 しかし実際に細菌を顕微鏡で観察するときには典型的な配列を示さないこともある。例えば4連球菌が常にすべて4個一組で観察されるというわけではない。顕微鏡で観察した大部分は4個一組に見えるだろうが、たまたま分離した直後の1個や2個のものが見えたり、あるいは4個の組が密集して8連や武道状に見えたりもする。 このように細菌の生育状態や顕微鏡標本の出来具合、観察している視野などによっても観察される球菌の配列は違ってくることがある。球菌のうち代表的なものを以下のギャラリーに示す。上段が細菌、下段が小細菌。ありがとうございます。